はいどうも、ゾゾマリン薬病神系 YouTuber 大チャンネルです。ベルーナ薬病神マネージャー大マネです。そうだ、昨日行ったんだよな。はい、昨日行った。昨日行って優勝を見ようと思ったけど、山川穂高にそれの夢を無事に見せた。どんまーい。いや、調子乗りすぎた、天狗になりすぎたってのもあるから、今日は謙虚に行こうと思います。はいはい、なるほどね、はい、ということでね、本日2022年シーズン最終戦ということでね、はい、安定のこちら幕張温泉由良の里にやってまいりました。今日もね、サウナで整わせてもらったんですけども、まあ安定に良かったっすね。で、なんかさっきなんかシーズン最終戦とか言いましたが、これからフェスに行くんですよね。フェスに、うん、なんかゾゾマリンスタジアムでこれから秋フェスが行われるらしくて、ミスターチルドレンが来たりとか、嵐が来たりとか、なんかすげえ豪華なアーティスト来るらしいのよ。ちょっと行こうや、それ今から。俺チケット持ってるからさ。いや否定せえや、嵐おらんやん、否定せえや、嵐おらんやん、ずっと聞いてたけど。詳しく言うと、これからねシーズン最終戦見に行くということで、まあホークスとしては本当に優勝がかかったね大一番ということで、はい、緊張してる？いや、もう過去一緊張してる。本当に。はい。緊張してる人約1名、うん、全く何も感じてない人約1名。はい。この日の勝者はどちらになるのか、はい、楽しんでいきましょう。はい。よろしくお願いします。お願いします。ということで、マリンに到着いたしましたと。はい。はい、もうお互いね、はい、戦闘モードに入っているということで、ちょっとね、言うの忘れたんですけども、今シーズンの、現地観戦成績、はいはい、僕がまず、4勝11敗、はいはい、あなたは、6勝2敗1引き分けで、そして今日マリンスタジアムということで、マリンの観戦成績は、3勝無敗です。全部ロッテ戦ですよね。全部ロッテ戦、はい、もちろん。で、僕がマリンでの観戦成績、はい、1勝9敗もういいよいいよ、もういいよ、一人で見てこいやもう。うん、いいよいいよ、もう携帯つけるからもう。はい、いやごめんかい。ということで、まあそんなこと置いといて、はい、ちょっとね、2022年最終戦ということで、うん、ちょっと僕の方から名言をお伝えします。はい、今学生の方だったりとかは、例えばね、2年生の3学期は3年生の0学期とかね、よく言うじゃないですか。よく言うね。はい、それと同じように、このプロ野球も2022年最終戦は2023年シーズンの0試合目、スタートですね。ということで席に到着いたしましたと。はい、今日もね4階席で、お互い頑張っていきたいと思いますが、大マネから見て今日の見どころは、まあ、やっぱり藤井投手じゃないですか。昨日ね、残酷な負け方しちゃったんで、はい、まあ、なるべく打線がね点取って最後藤井海のバッテリーで終わってほしいなっていうのが、うん、なんとしても勝ちたい。対する千葉ロッテマリーンズの見どころ、オスナ投手の登場曲、トコトコトトトトト、本日のロッテの先発、小島和也、現在、成績3勝11敗ということで、大チャンネルの現地観戦、4勝11敗、小島投手が1ゲーム差追いかけております、僕を。まあ、ここの俺の勝ちは決まったな、とりあえず、最終戦だし、まあ、とりあえず、小島投手、4勝目に向けてしっかり応援していきましょう。モイチだけど、俺フラグ回収したらまた先頭打ったりしてみたいな。でも今日は乃木坂ないから大丈夫とか言ってたわけ。どないやったんじゃない。カバーカバーカバー、オーケー、なんとか1失点。気持ちを揺らいで少しずつ君を磨いて、I wanna believe this my way。 おい、井上、何してんの。お笑いばっかすんなよ。ギートホームラン。雄大はトイレ行ってます。おはははしゃー、前バッチン
何？俺がトイレ行ってる間にギータホームラン？どういう感情っすか？もうね、2試合連続見れてね、最高。残念だったらお前ギータのホームラン見れないってな。どうすんなら見たかったよね。そうだね。夢見て考えはそれほどが慣れちゃうんだ。イエーイ。心からここからだだだだ。おい、グッサン頼むわ。1イニング1イニング緊張するマジで。マジで吐きそう、胃液出そう。本当に。うん、もう。ライド。吐かずに済みました。おい、もうぶっ飛んだ得点行為かましてるやないか、おい。よっしゃ その球また吐かずに済みました。いい加減吐けや。すげえこの想い託すように。さあ、先ほどのリベンジを果たしていただこう、グッさん。おい、行け行け。左右け無敵の若隆軍団、王者はおごらず勝ち進む。よーい、よし、よーい、ゴー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 。おいおい、京太、まあまあまあ、1点、もらしましょう。やす、夢見てた未来はそれほど離れちゃいねえ。押すなや、押すなや。どこどこどっと、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 どこどこどっと。押すな、あと1球。ノミヤに回せ。押した、ライト、センター、よーし、よーし。オスお前最高や。一つ言うと、オリックスが勝ったからホークスの優勝がなくなりました、はい。この後謝罪動画出します。以上、とりあえず、モレルさん、オリックス優勝や。そして今、ホークスの選手陣たちがグラウンドに出てきました。1年間ありがとう、ありがとう。ということで、ただいま試合が終わりまして、はい、帰宅するところです。はい、まあ、結果は5対3でマリンズの勝利。はい、まあ、勝利したことはもちろん嬉しいんですが、ちょっとね、いろいろ来るものがあると言いますか、井口監督が辞任することが決まりました。なんでや、もうちょっと井口監督と一緒に野球やりたいな俺。そりゃあ、まあ選手たち、ファンの皆さん一緒なんじゃないかなと思いますが、なんでや。監督、もうちょっと俺らと一緒に戦わないか。来年も再来年も目標達成してないぞ。まあもう無理なことは分かってるけどな、もう一回ちょっと考えてほしいな。はい、というところで、僕の思うところは以上です。まあとりあえず勝利できたことは良かったです。はい、勝利で今シーズン最終戦を締めくくることができて良かったなと思います。話変わりまして、ホークスファンの大丸から、全国のホークスファンの皆さんに謝罪の動画を。3勝無敗と言ってたんですが、今日負けてしまいました。本当にすいませんでした。いや、マジで本当に申し訳ないです。正直勝てると思ってました、どこかで。その油断が、そう、油断が甘く見てたのかな。結果につながってしまった。やっぱ何でもね、油断は禁物って言うじゃん。はいはいはい、それがまさかの今日結果に出てしまった。素直にオリックス、バファローズの皆さん、ファンの皆さん、本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、強かった、本当に。本当に強かった。もうホークスもオリックスも強かった。まあ、次は CS。 そうですね、今度こそ勝ちたい、吉野さんに。
だからぜひ選手に頑張ってもらいたい、はい、もう観戦はいけませんが、はい、テレビから応援したいと思います。ということで、はい、井口監督本当に5年間お疲れ様でした。来年ねまだ監督誰になるか分かりませんが、僕もより一層魂を持って、来年優勝するために応援の方頑張っていきますんで、ぜひねどこかでまたロッテの一員として見れることを心からお待ちしております。本当に5年間僕からもありがとうございました。お疲れ様でした。泣きそう。